どうも皆さんこんにちは、キョキョです。今回はですね、今流行りの編成ゴレホグについて、の非常にですねいいリプレイがありましたので、そちらを、紹介していきたいと思います。早速見ていきましょう。はい、こちらの方は一応ターンホール10ではあるんですけれども、まあですよ、予想なんですけれども、まあこのアーチャータワーとこの大砲を見る限りターンホール10に上がりたてなので、ターンホール9のカンスト村と思ってもらって結構です。ババキンも24レベル、そしてまあアーチャークイーンは工事中ですけれども、まあ見ていきましょう。まあ日壁ということでね、見ていきましょう。まあね、基本的にやっぱりホグを使うので、あまりね、その壁はあまりというか、ほぼほぼその壁はあまり意味がないですね。はい、まずは、援軍処理をするためにですね、まずホグを数体出したんですけれども、援軍はいないということで、進めてきました。さあゴーレムが、来ましたね。そしてウォールブレイカーで、まずまあこの普通基本的にはこのゴーレム、ゴレホグでのゴーレムの役割としては援軍処理であったり、あとはアーチャークイーンの処理というのが非常に、重要な役割を果たしますね。まあこの場合ですとアーチャークイーンは、工事中だったので、まあゴーレムは、まあ、なんていうんでしょうね、最初の方のその防衛施設を破壊、を目的とした、あとはその最初のターゲットを取りですよね、最初のそのなんつうの前線の、防衛施設のターゲットを取らせておいて、後ろからホグライダーでね、ちゃんとホグライダーをそのダメージをあまり減らさないという使い方ですね。はい、そしてもうやっぱりですね、こういう編成じゃなくてこういう配置、真ん中の方にその施設と施設の間にその遊びの空きがない配置っていうのは、もうなんつうんでしょうね、ホグライダーのもうね、独壇場ですよね。本当にもうなんつうんでしょうね、もう本当に施設と施設の間にその空間がないということは、もう相手にも余裕ができてしまいますし、相手のその攻める時のメンタル、ホグライダーを使う時のですねメンタルとかも安心してそのヒーリングを打ってれば、まあ普通に 100% 狙えてしまうので、やはりその遊びを作るっていうことは、まあ配置を作る上では重要となりますね。そしてもうすごいですね、もう壁が一切意味がないですからね。うん、まあそこら辺のまあババキンとか、ウィザードとかちょっと壁を叩いてますけれども、まあもう基本的に最後の後処理まで、ホグライダーがしてくれるので、もうこのね、こういう配置にはまだまだホグライダーはね、全然全然回ぐらいのアップデートでホグライダー弱体化しましたけれども、まだ強いホグライダーという感じですね。まあこの編成を見てもらえばわかるんですけれども、まあゴレホグで、まあゴーレムは1体ですね。先ほども申し上げました通り、ゴーレムはアーチャクイの殲滅と、まあ援軍のもう殲滅ですね。そして、もうホグライダーはもうレベル5ですね、絶対に。もう絶対にレベル5です。レベル4とかだとまだ不安が残るので、やはりレベル5でから始めるといいですね。そして、呪文もやはりヒール4つですね。はい、まあ、ここはもう、たまにですね、ホグラッシュでレイジ積む人もいるんですけれども、うん、うんって感じです。ヒーリングの方がいいです、確実に。はい、ということで、今回は、非常にね、ターンホール9のカンスト村からも星3が取れてしまうような、まあ注意点としては、やはりですね、そのゴワイプとかと比べてしまうと、まあ、違うんですけども、やっぱゴワイプとかって星2とかを確実に取る編成じゃないですか。しかしこの編成はこのゴレホグというか、まあ、ホグライダーとか、あとはバルガゴとかもそうなんですけれども、星1か星3なんですよね。星2だけって星っていうのはあんまなくて、まあ、星2は時間切れだと思うんですけれども、やはり、その時間切れが一番怖いですね。星3を取れるか星1かっていう編成なんですよね。まあ、ギャンブルというか、まあそのこういう編成の、まあ、差がというか、そういう感じなんですけれども、まあ、星3取れるか星1取れるかっていう、そのね、そこにもう勝負をガッてかけるのがこのゴレホグだと思うので、もう非常にクラン対戦でも最近使う人が非常に増えていて、非常に強い編成だと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。ご視聴ありがとうございました。